はい、皆さんこんにちは、ハポロンです。今回も塊魂プレイしていきます。さあ、今回がラストかな、このメイツとプレゼント集め、てか塊魂自体が。あと2つですね。で、まずここから、このステージは本当に多いんで、なんていうか意識してやっていかないと絶対無理ですよね。まずこいつは持ってるんですけど、これはちょっと置いといて、さてさて、こけし、こっちですね。あ、いたいた、もうカンガルーと対峙してるやつ、フックめ。こいつがまず1匹目と、であいつはすぐ逃げるんで、ちょっと離れておいて、帰ってきたところを見計らってダッシュで、よし、取れた。これも、で次どこだ、こっちじゃないな、こっちはこっちだ。でっかい焚き火もあって、いるかな、あ、いたいた、こいつですね。で、まあ何やらかんやらを巻き込みながら、もうちょっと大きくならないとダメかな。ちょっと待って、重いから確認しながらしないと。あとは遊園地はまだか。じゃあこっちを大きくしよう。さてと、12メートルゾーン、レースシグナル、なんか家からキノコが生えてるけど、これで進んでいって、車回収しながら、家も回収しながら、ここではないんだよな。もうちょっと行かないとないか。空港も越えて、この向こうかな。あまり集めてない集めれてないな。で、ここで、あ、いたいた、ちょっと小さいか。行けましたね。このデカさえ足りるかな。この白い山の、頂上なんだけど。あ、取れた取れた。さあ、あと一つかな、プレゼント。でかくしよう。風車も取って、シャルルケ。これは固有の名詞がついてるか。お、ハートもあるかな。で、こっち、
で、ここも近いはず。うわ、ピラミッドがロケットつけてた。当たった。ここですね。あれ？こいつの、なんだこれ。登れない。エアーズロック。もう登れなくなるらしいですけど。1年後だったっけな。で、まあ、球場とかいるのはもうこいつは持ってるんで、あとはでかくするだけ。いたいた。実は一回バグってやり直してるんですけど、まあ全部集めれたと思うんで、計6体というか、メイツが3体とプレゼントが3個。まあ、大きさは大したことないでしょう。で、これこれ。何これ？キャンディー？これキャンディーか？ん？目玉？ゴーグル？これゴーグルか。何？マント？キラキラ？何キラキラって。で、これですね。ハバナ。で、フック目。で、ケンタ？ケンタウロス。お、エターナル。これは星屑。これで全部集まったよな。見てみよう。おお、集まった。綺麗だな、ここは集まると。で、ラスト、この夢を集めるところですね。とにかくここはこうやってでかいのを集めていかないと、でかくしていかないとどうにもならないんで。こういうのは確実に取っていって、お、耳当て、ヘッドホン。こいつ、ジュン。わからんな。いや、また一体だけ。いや、難しいね。42点で、順。あ、エターナル出た。エターナルでやろうかな。最初からエターナルにしとけばよかったかも。エターナルでも大丈夫？エターナルだったらもう時間気にせずいけるんで。
薄彦いたな、薄彦どこにいたんだろう。あ、でありましたね、これプレゼント最後の。うん、これでいけるかな。せっかくなんで全部集めましょうか。はい、一応全部集め終わってですね、あれがだけがなんか木に行ってしまって取れなくなってしまったんですけど、まあだいたい860前後ぐらいかな、全部集めて。で終了。ここはエターナルでやると簡単ですね。ゲームか、やっぱり一番多いのは。120点。で、なんだこれ、一長羅。で、なんか薄っぺらいやつ、薄彦。ハイスコア惑星。お、来たかな。来ましたね、メイツマニア。で収集か、多分これがコレクションの方ということで。お、ロボが言ってくれの。お、ありがとうありがとう。それだけって言われても、もう連発。うん、レアイベントなんだろうけど、それだけって言われるかな。うん、で全部いますね。おお、うん、全部いますね。で、このアクセサリープレゼントもキリ全部ありますね。はい、こんな感じで。はい、ということで、この塊魂の、メイツとプレゼントコンプですね、ようやく終了することができました。完了しましたね。はい、ということで、もうこの塊魂はこれで本当に最後の動画になると思うんですけど、はい、見てくれた方最後までありがとうございました。はい、これで塊魂トリビュートは終了です。ということで、今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてやる気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アポロンでした。